スカサハスカディである。私も水着の霊気とやらに変わってみたぞ。ケルトのスカサハ直伝だ。肌を出すのはいささか慣れんが、スカサハ曰く夏はこういうものらしいからな。何？似合っている？そうか、うん、ありがとうと言っておこう。さて、せっかくの水着霊気だ。一つ夏を盛り上げてやらねばなるまいな。キャスター、体験粒子聴覚である。案ずるな、わしが来たからには必ずや天下を大吉にしてみせようぞ。
セイバー渡辺の綱。特に言うことはない。鬼や魔性を切りたいのなら俺が適任だろう。人を切るのは少し苦手だが、そこは勘弁してほしい。アサシン、宇都宮エリセ。あれ？じゃなくてアベンジャー？せめてライダーでは？そうか、これが水着霊気ってやつか。ともかく、今後ともよろしく。
元気ね。あなたはどうかしら、元気してる？夏、夏よ。元気出して、全力で、全身全霊込めてお姉さんといっぱい遊びましょうね。
私はパルミラの女王ゼノビアアーチャーだ。なんだその格好はと思っているな。心配するな、私もそう思っている。だが問題はない。これは仕方のないことなのだ。この拘束も気にするな。私はこの姿でも立派に戦える。おそらくそれを示すためにこそ私は今ここにいるのだ。しまいましたが、なんとセイバークラスなのです。セイバーですので剣の準備はバッチリです。入り用になるかは分かりませんが、どうかご期待ください。マスター、
やあ、私はレディ・アバロン。もちろん真実の名前だと思う。楽園の方から来た、ただの花の魔術師さ。せっかくの機会だから、君たちの旅路を少しだけ見守らせてもらおうかな。これからどうかよろしく、マスター。パーフェクトにナイスバデーな水着わらわの登場じゃん。どうやら普段とは違う意味での全盛期の姿になってしまったようじゃな。道術も思い出したことであるし、これで資料なぞ恐るるに足らずじゃん。いや、もともと別に怖がってなどおらんかったがの。